ナマステ、ナマステ、湘南のお助けマンです。今回の動画は続いてきた前編中編の後編の動画になります。ジャングル化したお庭シリーズ最後の動画です。そうですね、前編と比べるとすごい後半最後綺麗になってますんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。最後にビフォーアフターを載っけてますので、楽しんでいただければと思います。じゃあ後編の作業へ Here we go。さあ始まりました。今回は後編の動画になります。後編動画です。はい、前編中編と続いて最後の動画になります。です。だいぶこれ、まあ大まかな仮が終わった段階ですかね。一通り全体的に、はい、ここからまたちょっと細かいところをやりつつで、木も剪定していくっていう。はい、そうですね。ただ、カメラのバッテリー問題で木切ってるところは多分撮れてないんで、そうですね、ビフォーアフターの映像で見ていただければと思います。はい、はい、だいぶ全貌が見えてきましたよね。でもそうですね、すごい広いお庭で立派な庭です。石にもあって庭石はい、大きな石がありましたねみかんの木とかもねありましたね。ああそうですね。で、藤の木とサルスベリーの木も見えてきてもう立派なお庭だったみたいな。この斜めに伸びてるのがサルスベリーなんですけど、あれですよね、全く見えなかったですもんね、はい、初め何があるのか分かんなかったです最初、奥の方草で隠れてこんな大きな石もあった。ここであれですね、いっぱい、あ、そうですね、いっぱい目の軽トラがキャンシーに捨てに行ってもらってる形ですね、これ。はい、そうですね。戻しに、ね、ついでにお昼のお弁当も買いに行ってました、ね、お昼前の時間帯ですからね、はい、あ、ここでちょっと木を切り始める。そうですね、チェーンソーで枝を落としていってます。一人でも黙々と頑張ってここで枝へはい、私すいません、のんきにドライブしてましたいいいい、大事な仕事ですか。それも奥の方と軽トラの奥の木も結構高かったんですけど、切りましたもんね、このとこで。ああそうですね、多分最後ちょっと短くなってるんで見てください。さっきカメラが上向いても上あの てっぺんまで映ってなかったですね、はい、この辺もね道路にはみ出ちゃってて木が、その辺はご近所の方に邪魔にならないように全部切ってます。やっぱりツルがすごいですね。ですね。ツルってどんどん生えてきますからね。ですね。あっという間に伸びて。で、切った後にフェンスのツルも取っていくという感じですかね、はい、レインスにもやっぱりツタがだいぶ絡まってますもんね。
ですね。でもちょっと細かい作業ですけど、鎌で切りながら撮ってて、だいぶ綺麗になってきました。これ上から見た。はい。私も戻ってきましたね。はい、捨てて。奥の方の刈った草を運んでおります。はい。どん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 奥から出てきます。はい。これ何万歩歩いたっけ？1万は確実に超えてると思います。ね、1万3千4千とか言ってたよな。はい、そうですね。1日で。1万歩歩くってなかなかないですもんね、普段の生活で、おそらく。そうですよね。はあ、それも草持った状態が半分ですからね。うん。ここで次の日の映像に変わりましたね。はい。ツタを。地面に広がったツタを切って回収してます。さっきサルスベリもちょっと先端をカットしてましたね。あ、右上に映ってるやつ。だいぶ土の色も見えてきて綺麗になってきましたね。はい、ですね。後日あの左上のフェンスの穴も閉じてほしいということで。あ、そうですね。フェンスの穴も金網葉っぱを切って塞ぎました。はい、はい、で最後に除草剤を塗ってですね。そうですね、除草剤、まあ細かい草がちょこっとやっぱり残ってますので、それを枯らすためと、あとツタも残ってるんで、それをできるだけ枯らすということで除草剤も撒いております。とっても綺麗になりましたね。なりましたね。それではビフォーアフターと、はい、お値段をお楽しみに最後まで見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事完了しました。綺麗さっぱりです。こんなに立派なお庭で切ってみると。そうですね、まあ、こう奥も広かったですね。はい、広いですね、うん、豪邸です。こういうレンガの通路があったり、はい、玄関からの通路が見えて、はい、バッチリ。でもちょっと伸びてるところを切って、はい、高さもだいぶ、そうですね、さっぱりして良かったと思います。切ってるところは映像が残ってないかもしれないですけど。あ、そうですね。結構ね、ロープで引っ張って、はい、結構高い、道路側に倒れないように気をつけながら、はい、です。はい、結構高かったですね。はい、6メーターぐらいだった。立派なみかんの木が隠れてました。立派になってますね。ね、奥の方にも藤の木と、サルスベリーかな。サルスベリーですね。なんか生い茂ってるんで、すごい独特な樹形になってますね。で最後除草剤も撒いて、細かく残った雑草も枯れてくると思いますので、はい、お客様も見ていただいて、すごい驚いていたというか、喜んでいただいたので良かったと思います。はい、お隣さんもすごい驚いてました。で、まあ、最初のビフォーとアフターを見ていただければ、はい、まあ、だいぶ涼しくなってやりやすかったですね。はい、そうですね、気候的にも 秋で、はい、まあ、まだまだ草刈りとか剪定の依頼もいただいているので、動画撮れればできたいと思いますので、高評価、チャンネル登録もよろしければお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では次回の動画まで、ね、ごきげんよう。ごきげんよう。どのように手に入れたんでしょうか。はい、さんから提供いただきまして、
まさかの企業案件いただきました。